ヒコロです。エヒコロのダイエット企画、まずは2023年10月2日から10月8日までの体重の記録をご覧ください。 65.05 65.10 64.60 64.95 64.80 64.80 65.05。はい、ということで今週の結果はマイナス 0.05kg でした。トータルでマイナス 10.65kg です。また横ばいですね。まあ、ちょっとマイナスですけど、もうマイナスのうちに入らないくらいですね。ほんのちょっとだけ減ったっていう感じですけれども、もう今週はですね、振り返りができないくらいダイエットについては何にもしてないですね。本当に何にもできなかった。いつものですね、水曜日の夜の体バーに行った以外は本当に運動とかも特にしなかったですし、これといってすごい体を動かしたとかっていうのもなかったんですよね。そう、でもですね、唯一先週の報告動画の時に、あ、コメントありがとうございます、なんかちょっと顔がすっきりしたような気がするって言われたんですけど、実はですよね、最近言われるんですよ。なんかこう顔周りがすっきりしてるねとか、肩周りがすっきりしたねって。でも皆さんご存知の通り、私全然本当に1年半以上、もうちょっとで2年くらい体重が変わらないんですよね。なので、なんだろう、見た目だけこういう風に変わるってことは今やってることだけだと思うんですよ。そうなるとやっぱり体バーがですね、すごく私の体にも効いていて、体重すらまだ落ちてはきてないけれども、見た目のバランス、なんていうのかな、バランスってなんかあれですけどね、バランスなんかなんだろう、こんな私だけど、骨格が整うというのかな、骨格筋肉なんかそういうのが整ってるんじゃないかなってちょっと思ったりしております。で、フィットネスサークルニコというですね、安平町にあるサークルをやっている大井先生がいらっしゃいましてですね、大井先生も耳から肩までの長さが、首でかな、なんかこの長さがすごい変わったよって言ってくれるんですよね。なので本当に効果があるんじゃないかなって思いまして、自分の実感的にもなんか重心が前、ちょっと前のめり、まあ、猫背だったし、肩もこう巻き肩っていうんですか、割と内側に入ってる姿勢の方が楽だったんですよね。でも今逆にこれよりも、まあ、こうなってる時ありますけどね、パソコンの仕事とかやってる時は。でも割とこういう風に後ろ側に、後ろ側っていうか、これが多分正しい位置なんだと思うんですけども、これくらいの方が今自分としてはしっくりくる場所になりました。あ、すごいなと思いました。で、毎週水曜日にしっかりとですね、体バーのレッスンに出ていろいろ教えてもらったり、みんなでメンテナンスしながらですね、お話ししながら楽しくやってるんですけれども、それ以外にちょっとでもいいから毎日体バーを触ろうって決めてて、起きたらなんか背中の肩甲骨、最近は肩甲骨とかやったり、あと足裏とかやったり、太ももとかをですね、どっか骨格を必ずほぐしてはいるんですよね。せっかく買ったしと思って、なんかやっぱり毎日の積み重ねの効果が今出てきてるのかなって感じはしております。で、体調もですね、今日すごい頭痛いかもって思う時が時々あったんですけど、体バーでちょっと肩周りとか首周りとか、あと頭の、これ、まあ、この辺は自分で頭、ヘッドスパのセルフのやつできるんで、自分でこう、ツボ、やったりするとですね、やっぱり頭の頭痛も悪化せずに終わる、薬飲むほどでもなく終われるっていうのも、まあ、大きな、最近のこう体の変化かなっていうのはあります。ただ相変わらずちょっと時期が来ると、更年期障害的なやつでイライラっていうのは相変わらずあるので、それはなんとかしたいなとか思います。あとこう、なんだっけ、
骨盤底筋っていう筋肉を呼吸法によって少し鍛えれるように今ちょっと練習中なんですけども、それはちょっとねまだ毎日とかやってないんですよね。なので今度はその骨盤底筋を鍛えることによって、私の一つの悩みでもあります尿漏れみたいな部分ですね、尿漏れの部分が改善されるんじゃないかなっていうのもあるので、ちょっといろいろですね、ながらながらで生活しているながらながらでわざとそこで時間作って何かやるっていう時間を作ることがないかな、最近できないので、なんかやりながらやるとかっていう風に意識的に少し変えられたらいいかなって思っておりますよ。はい、そんな感じで今週は、まあ、全然横ばいですけれども、一応10月の体重目標64キロっていう風に決めているので、まあそこに向かって、あとはご飯気をつけたりねしなきゃいけないかな、あともうちょっと汗いっぱいかくような運動もしなきゃなって今思っております。はい、ちょっとずつ取り入れて頑張っていきたいと思います。そんなわけで、いつもはですね、いつもはというか、この動画は毎週水曜日に、月曜日から日曜日までの体重をまとめて、報告した後にこうやって振り返ったり反省したりしている動画になっています。それ以外に、毎朝、毎日6時に、食生活 Vlog というですね、毎日更新の動画も上げてます。それは前日何食べてたかとか、どんなことしてたかっていうのをですね、まとめて、まあダイエットの記録として始めたんですけれども、今はなんかもう私のなんかおばさんの Vlog みたいになっちゃってるんですけど、それを毎日出してるので、もしよろしければですね、お時間ありましたら合わせて見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。